皆さんこんにちは。特集動画を先に出しましたが、今回がいつもの集計版となります。データは表記のランキングサイトに公開完了しておりますので参考にしてください。まず最初にイベント獲得ポイントを同盟と指揮官別にランキング形式で確認します。次にボイド前後での殺害と損失の数値を確認いたします。最後、第8惑星までの勝率と勝敗について触れておきたいと思います。では、早速同盟ポイントから確認します。21位から50位までの同盟がこちらとなります。50位で 6.4G ほどのポイントが必要となります。相手のシールドと活発度合いにもよりますが、大体活躍している同盟がご覧いただけると思います。次に11位から20位がこちらです。 9G 付近から 11G 程度といった大量のポイントを獲得した同盟です。ワールドの規模も大きくないと、相手から奪えるポイントも少ないので古いワールドが中心となっております。中でも406の軍同盟は第5惑星として高い数値を獲得しております。結果がこちらですが、351に僅差で負けております。ポイントの奪い合いとなった様子ですが、非常に盛り上がったのではないでしょうか。続いて1位から10位がこちらです。トップは 20G に迫るほどのポイントを獲得した246の数同盟です。数はコメントや知り合いから聞いてますが、ウハウとの合併を行っている様子です。主要同盟により占められていますが、231が少し目につきました。もともと強いワールドでしたが、イベント自体あまり活発でない様子でしたが、今回5位となる 12G オーバーとなりました。そして99ですが、グッズですのでこの順位は当然だったのですが、今回もう一つ注目してた209との戦いについて後ほど確認いたします。まず246は157に勝利しています。このツッコミどころが満載の結果ですが、不明点が多々あります。3位の同盟ポイントが 3G ですが、上位の2人はそれをオーバーしています。個人ポイントは数で占められています。そもそも157は9月に2回目統合を終えた巨大なワールドとなっています。そんなワールドにこの破壊力ですが、数は現在第3惑星でトップで 5G の同盟戦力を保有するまでに達しています。今回、合併のセレモニー的な具合で大量ポイントを獲得しただけなのか、ようやく246が本気を出し始めたのか、かなり注目されるポイントだと思います。次回対戦相手にもよりますが、かなり注目すべきワールドに変化した可能性があります。次に、209と99ですが、99が勝利しています。双方かなり大量のポイントを獲得しており、見応えがあったんじゃないかと思います。209は金とアプスという2同盟に対し、99はグッズが1同盟といったメイン構成です。209は統合後、2回目の敗退となりましたが、相手が悪かったとも言えます。次回も注目したいと思います。そして、231ですが、175との対戦でした。こちらも大量のポイントを獲得していますが、注目はそのポイント差でしょう。この僅差は盛り上がったボイドだったと想像できます。また、両ワールドとも特色はあるものの、イベント勝率自体はやや低めです。そんな中でもイムドはイベント参加率も高く、231のスブクはよく抑えたなという印象です。次に指揮官ポイントランキングです。50位から21位がこちらとなります。 1G を少し超えた程度からランクインとなります。ご覧いただいている方は、各ワールドだけでなく近隣のワールドでも注目されているプレイヤーといった方々だと思います。そして11位から20位がこちらです。約 1.5G を超えるポイントとなっており、かなり暴れたなといった状況でしょう。今回から第7、第8惑星が対象ですので、571のトラッシュパンダシとボデージー氏を確認します。571は562との対戦でしたが、僅差で571が勝利しております。指揮官ポイント 1.5G は強烈ですが、2位が300メガ程度となっており、実際ボイドをプレイしてた場合は相対的にもっと強烈な印象だったと思います。同盟ポイントの約半分を個人で獲得したといった様子です。571のワールド内ランキングがこちらです。6メガに届く副艦戦力は、500番台後半のワールドでは非常に高い数値です。今後ワールドが成長していくにあたり、同盟全体としてポイントを伸ばしていく必要があると思います。次に567ですが、名前が外人に変更されていますが、 1.5G のボデージー氏です。先ほど同様、2位のプレイヤーとはかなりの差を開けております。ワールド内ランキングがこちらです。副艦戦力は2位の2倍程度ものポイントです。戦力も高く、現時点では無双状態といった様子でしょう。そして1位から10位がこちらです。こちらもいつもの方々ですね。320は333と対戦でしたが、両者がトップ10入していますので、そちらを確認いたします。2
120オーバーのポイントを獲得していますが、ワールドとしては320が勝利しています。同じく20のクロシですが届かずです。基礎数値がこちらですが、両ワールドともに3月の同タイミングの統合比です。ここ数回クロシは上位に位置していますが、ワールド勝率としては 40% となっております。それでは殺害数の伸びを確認します。ほぼ指揮官ポイントと等しくなるので簡単に確認します。11位から20位の方はこちらです。ワールドとして激しくやり合った対戦以外のプレイヤーは戦力低下がとても低いです。そして1位から10位がこちらです。指揮官ポイントとの際は内戦やパージが理由となっているでしょう。先ほど確認した567以外の惑星7の2名について対戦内容を確認いたします。クチュユ氏所属の594は553に勝利しています。ワールド獲得総数 5G に対し 1G を獲得している状態ですので、かなりの影響力となっております。次にクスポアテド氏所属の539は605に勝利しています。こちらも 10G 弱のワールド総数に対し 1G 程度となっていますので、比率は大きいです。初期の頃での存在感は大きく、リラックスさせた攻撃を許すとワールドとしての勝利は困難でしょう。続いて損失を確認します。50位から21位となります。だいたい10メガ程度を超える戦力ダウンです。中には殺害数も大きいプレイヤーがいますので、かなり激しい攻撃を行った結果である方もいるでしょう。そして11位から20位がこちらです。普段かなり警戒されているプレイヤーのお名前などが確認できます。だいたい戦力では20メガから30メガほどのダウンです。都市レベルとしても高い方が多いです。そして1位から10位がこちらです。30メガを超える戦力となっており、都市レベルも高い都市が多くなっております。20位以内に第6惑星以降の都市は確認できませんでしたが、都市自体の成長がされていないことと、逆に若くて成長されている都市は燃やされにくいといったことが理由でしょう。そんな中、429の方は285との対戦で攻撃を受けてしまいました。どうやら429からテプ6へ攻撃している最中カウンターだったのか、同時で戦闘が発生していた様子です。285は危険なワールドです。300番台後半でも4メガ程度の都市であれば燃やされてしまいます。特に最近では単体防御性能が落ちている気がしますので、逃がせない都市は警戒が必要です。続いてイベント勝率を確認します。50位から21位のワールドがこちらです。72% を超えたあたりからランクインできますが、同盟戦力が低い若いワールドが多いです。また統合した場合、あまり信用できない値となっていることもありますので、参考数値です。11位から20位がこちらです。 85% を超えるワールドで占められますが、第5惑星以内のワールドは特に要注意といったワールドでしょう。第7惑星が4つありますが、現時点では統合されていないワールドとなっています。第6惑星の465が非常に高く確認します。今回は353との対戦でしたが勝利しています。統合後2回目のボイドとなりましたが、順調なスタートといった状態です。個人ポイントがダントツといった様子もなく、ワールドと同盟で協力してポイントが得れています。安定度合いが高いと言えますので、今後どの程度勝率を維持できるかが注目です。では1位から10位がこちらです。計測時の表記が 100% であったワールドは第8惑星ばかりで10ワールドでした。試しに645が継続勝利できたかを確認しましたが、今回636に敗れてしまった様子です。ではワールド獲得ポイントとして差が大きかった対戦を確認します。いわゆる圧勝度合いといった意味合いになります。11位から20位が表示の通りです。249が大差で負けてしまっています。309や285や269は危なげなく上昇ワールドといった感じです。そして1位から10位の圧勝対戦がこちらです。1位は30と33です。大きいワールドはターゲットが多いことも原因でしょうが、30はやはり凶暴なワールドです。255、221、263、9222等の第3惑星主要ワールドもちらほらです。ほぼ 40G に到達したワールドは209、992ですが、結果を確認できてない2のみ見てみます。意外にも指揮官ポイントで 1G を超えたのはアーニャ氏のみとなっています。246とは異なり、同盟での団体戦として激しい戦いがあったのだと思います。それでは逆にポイント差が少ない接戦となった対戦結果を確認します。11位から20位がこちらです。いくつか計測ができてないワールドもありますが、そもそもポイント数自体が少ないワールドが多いです。そんな中、第3惑星の2つの対戦は本当に接戦で楽しかったのでしょう。1位から10位についてがこちらです。
こちらも全体的に獲得ポイント自体が少ない対戦となっております。151と164はともに2回目統合を目前といった状況ですが、僅差となっておりました。最後、惑星平均を見てみます。今回のボイドでは第5惑星が激しく戦ったという結果です。大きな都市の陥落といった原因もあるかもしれませんが、盛り上がっている様子です。ボイドの基礎数値についても惑星の平均値を確認します。上位96人の平均戦力、殺害数、損失数がこちらです。それでは、最後に計測できた全ての結果を表示しながら今回の動画は終了します。次回も注目ワールド投資が対戦となれば、密着取材という名の盗撮は行うかもしれません。ですが、元旦は移動が多く仕掛けが失敗してたら計測は全滅してしまいます。結果報告がなければお察しください。それでは、ご視聴ありがとうございました。